ねぎし大歌劇団は、日本のオペラ劇団である。通称ねぎし歌劇団。大正時代、東京の浅草公園ロックの一角で、ねぎし工業部が経営する劇場、金流館を根じに、いわゆる浅草オペラの時代を築いた中心的存在として知られる。1920年9月3日、ねぎし工業部二大目経営者、小泉牛児ジュニアである、ねぎし吉之助が、 前年5月1日に、伊庭隆氏と高田正浦が、歌舞協会を改組して結成した、小畜専属の新生歌舞団の主要幹部を引き抜き、根岸専属都市、自らが任されている、金流館を本拠地に結成したのが、根岸大歌劇団である。日本初のオペラ専門館、日本館をしのぐ一大勢力となった。初演は、翌10月11日、 工作作竹内平吉作曲高田正雄コレオオグララフによるるペラ釈迦である嫁の取引では、高田の弟子として、同劇団に参加した、二村定一が、初舞台を踏んでいる。朝日歌劇団から藤原義恵が参加、安藤文子の調和を受けた後に、イタリアミラノへ修行に出る。いわゆる、浅草オペラの中でも、同劇団は、 1916年5月1日に導入した、軽演劇の常岩倉、オペラの金流館、映画の東京クラブの参観共通入場券が高を、そうし、帝国劇場ではまだ高級な芸術であったオペラの大衆化を実現した。1921年、伊庭隆氏が笹硬家と共に対談、奈良県伊駒に伊駒歌劇団を結成する。 同年12月31日、金流館の改築を終了、営業を再開、オフフェンバックの天国と地獄をはじめ、ロッシーニやベルディなど、現在でも知られるオペラの古典を上演し続けた。1922年3月20日、ビゼのオペラ、カルメンを初演、そのコーラスで榎本健一がデビューしている。その後、オサザのオリジナルオペレッタ、肝心調などに出演。 人気を博す。1923年、広島から上京した丸山貞夫が入団する。富山が4月10日に帰国する。同年9月1日、関東大震災で、金流艦諸友浅草が廃墟になり、両運閣も8回から上が倒壊した。根岸工業部は大打撃を受ける。同劇団は地方公演に出る。1924年3月、 ついに解散となる。出身者が次々劇団を立ち上げるが、王子のようにはうまくいかない。同年6月13日には、新劇の月地小劇場が設立され、丸山はそれに参加する。江ノ県は撮影所の集まる地域に近い京都の嵐山に去る。浅草では、安木説のブームが到来し、帝国劇場でもまたその残党が立てこもった。 赤坂ローヤルでも苦戦したオペラが花開いた奇跡とも呼ばれた浅草オペラは廃れてしまう。1925年、清水金太郎、清水静子、田谷力蔵らによる浅草劇場でのオペラの怪人を最後に浅草オペラは姿を消す。以下のようなメンバーが在籍した。歌手は100名以上を要したという。また、この他に野球部も存在したとされる。 ねぎしきちのすけ、たちばなかんいちいしだいちろう、いばたかし、ささこうか、うちやまそうじゅうろう、たかだたもつ、さとうはちろうたけうちへいきち、しのはらまさお、おくやまていきちあんどうふみこ、やな五だていち、しみずしずこ、いのうえきくこ、あまのきくよ、まつしまえみこ、たやりきぞう、おがはちろう、さとうみつてる、ほったきんせい、ふじむらごろう、しみきんたろう、くろがたつひと、たかだまさお、 原聖子、富山栄二郎、内秀夫、石井清木村時子、石田守江、福井茂、奥山定吉、江本健一、牧礼羊。ありがとうございます。